ではお待たせいたしました。早速皆様にご登場いただきましょう。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。改めまして、あの子は誰、キャストの皆さん、そして清水監督にお越しいただきました。大きな拍手をお送りください。まずは臨時教師として夏休みの補習クラスを担当する君島ほのか役、渋谷渚さん、お願いします。はい、皆さん今日は暑い中足を運びいただき本当にありがとうございます。そして映画の公開に合わせたかのように梅雨明けをしました。本当に ありがとうございます。すごく嬉しいです。なのでこれからもっと暑くなってきますので、ぜひあの子は誰でヒヤッと進んでいただけたら嬉しいなと思います。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ続いて、夏休みの補習授業で会期に巻き込まれる生徒、三浦ひとみ役、早瀬いこえさん、お願いします。はい、皆様こんばんは。三浦ひとみ役の早瀬いこえです。ついに明日公開ということで、皆様に大きなスクリーンであの恐怖を味わっていただけるかと思うとすごく楽しみです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて同じく補習授業を受ける生徒、前川健役、三時相馬さん、お願いします。前川健役の三時相馬です。本日はお越しいただきありがとうございます。梅雨明けのことを言おうとしたんですけど、取られちゃいました作戦会議した方が良かったですね。作戦会議しときたかったですね、はい、でも取られちゃったので、はい、でもこんなにも早くあの皆様に作品を届けることができて本当に嬉しいです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて同じく補習授業を受ける生徒、島田蓮人役、荒木とわさん、お願いします。島田蓮人役の荒木とわです。よろしくお願いします。そうですね、本日はあのお越しいただきありがとうございます。あの結構ホラーが得意な自分でもすごい怖って思ったシーンがあったので、ぜひ楽しんでご覧ください。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて同じく補習授業を受ける生徒、小日向麻里役、今森真恵さん、お願いします。はい、小日向麻里役を演じさせていただきました。監督なんかちょっと怖いホラー現象みたいなのがびっくりした。マナーモードにしてなかったんですね。今します。いや、ありがとうございます。ごめんなさい、今森さん皆さんもお気をつけください。小日向麻里役を演じさせていただきました、今森真彩です。今日は公開前の前夜祭ということですごくドキドキしてきたんですけど、皆さんにもこのあの子は誰を見て、皆さんにも今日今年の夏はドキドキしていただけたらいいなって思います。よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。続いて同じく補習授業を受ける生徒、阿部大輝役、蒼井俊さん、お願いします。こんばんは、阿部大輝役の蒼井俊と申します。いよいよ明日公開ということで、まずはこの前夜祭を精一杯盛り上げて皆さんと一緒に楽しんでいければなと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。続いて同じく補習授業を受ける生徒、高谷さな役、星智子さん、お願いします。はい、高谷さな役を演じさせていただきました、星智子です。撮影から公開までが本当にあっという間すぎて、あの正直明日が公開ということに実感がまだ持てていないんですけど、あの今日見てくださった皆さんからどういった反応をいただけるのか本当に楽しみです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続いてほのかの恋人、七尾優真役、染谷翔太さんです。お願いします。七尾優真役を演じさせていただきました、染谷翔太と申します。本日はありがとうございます。自分も見させていただいたんですけど、本当名シーンだらけで、名シーンがいっぱいでした。もうすごい、あ、なんだろう、見たことないショットがものすごい多くて、
もう興奮、ずっと興奮して、もうドキドキワクワクしっぱなしでした。ぜひ皆さんも今日楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして清水崇監督です。お願いします。いきなりスマホが鳴ってしまってすいません。ちょっと一人だけはしゃいだ格好でだけでも謝ろうと思ったんですけど、スマホまで鳴ってしまって、お客さん、松竹の皆さん、関係者の皆さん、大変失礼しました。大丈夫ですか？緊急連絡じゃなかったですか？すごい偉いお世話になってる社長からだったんで、はい、スッと切りました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では渋谷さん、まずは、はい、今回初めての映画主演、初のホラーという初めて尽くしだったと思いますが、はい、どうですか？印象に残ってる思い出はありますか？本当にもう初めてのことばかりで、全てが初めてで、なんかこう、私はもう毎日を全力で突き進む日々だったんですけど、でも本当にこの完成した映画を見て、本当にこう怖いなと思って、自信を持ってたくさんの方に見ていただきたいなと思えるような作品でした。はい。で、本当にまあホラーがお好きな方にはもちろん楽しんでいただけるんですけど、ホラーが苦手な方にも、こう物語がちょっとミステリー要素みたいなのもあったりとかして、お話自体もすごく楽しいので、なんかそういうところを楽しんでいただいて、ぜひ映画館に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。宣伝期間中にちょっとやっぱりなんかこう怖いことが起こりまして、私ラジオに出させていただいたんですよ。でその時に、本当に何十年ってされてるラジオなんですけど、初めてもうオープニングの曲が全然かからないっていう風になって、でこれのあの子は誰の DNA を引き継いだみんなの歌っていうのがこう前作にあるんですけど、そのお話がラジオから始まりますよね。ラジオブースから、ラジオ局から。そうですね、はい。だからなんかそこで音が鳴らないっていうハプニングがあったりとか、写真を撮ってもらうってなった時に全然カメラのショットが全然撮れないとか、撮影期間中にもなんか携帯が同じバグを起こして、なんか携帯が全然動かないみたいなこともあったりとかして、なのでこう怪奇現象といいますか、そういうのがすごく多かったんですけど、でも監督曰く、こういうちょっと怪奇現象があった方が作品はヒットするよというお言葉をいただいたので、今の僕は携帯鳴らない方が良かったなと思うんですけど、でもなんかね、全部この映画のせいにしてくれてありがとうございます。そうです。はい、なのでちょっとヒットを願っています。誰も誰かの、ね、はい、仕業かもしれませんからね。そうです ね、 ね、はい、林さんもあれ今うなずいてらっしゃいましたが、同じバグ起きたんですか？そうなんです、撮影期間中なんですけど、私とあったね、この役のともちゃんが、はい、スマホの写真を撮ろうとしたら、内カメ外カメ、内カメ外カメって切り替えて、突然枕にパンってなっちゃうとか、うん、しかもそのイコちゃんのスマホだけじゃなくて、私のスマホも同じ現象になってね、なんか怖かったよね、うん、怖かったね、うん、先ほどあの染谷さんがもうびっくりするショットシーンの連続だっていうお話もされていましたが、はい、これまでたくさんの作品にご出演されてきた染谷さんも、清水監督の作品は初参加っていうことなんですけれども、はい、実は監督とは作品以前も何かつながりがあったんですよね、はい、そうです、まあ、子供の時に結構何作品かオーディションを受けさせていただいてて、ジオンの図書役もオーディションを受けてたんですね。でも全部落ちまして。でも今回は本当に、そう、僕初めましてって別の作品で、別の監督の作品で会った時、初めましてって言ったら、いや僕何度も監督には会ってますよって言われて、なのに大人になって引き受けてくれてありがたいです。いやもう嬉しかったです。もう本当に来たと思って、見る目がなかった監督として。いやいやいや、はい、しかもあの年を役だったんですね。そうなんです。年を役やりたかったですよね。白く塗られちゃいますよ。白く塗られたかったですよね。あ、そうなんですか。いや完成見た時悔しいと思って、これ俺やりたかったわって。あ、ちゃんと見てくれてる、はい、思いました。ありがとうございます。本作今年の3月にクランクインして、明日公開です。異例のスピード、公開まで4ヶ月という短期制作だったと思うんですけれども、改めて本作どんな方に
清水監督ご覧いただきたいですか。監督人生僕25年以上監督としてホラーばっかり作り続けてるんですけど、こんなに短期で完成させて、で数週間後に公開っていうのは初めてなので、それもでも夏休みの学生の皆さんとか若い方にお届けできればと、夏休み中の話を作っているのでと思っているので、ぜひこれから今日見ていただいた方は最初に見た方になると思うんで、あの面白かったら周りに進めていただきたいですし、あのホラーが苦手だという方も怖いところは目をつぶったり耳塞いだりしながらも、物語とかあのここにいる皆さんの心情ドラマとかも十分楽しんでいただけると思うので、なんか夏休みの一つの楽しみにしていただけたらなと思いますね。学生役の皆さんは現場振り返っていかがでしたか。林さんや三時さんいかがでした。でも本当に学校みたいでしたよね、うん、なんか休憩時間みんなでゲームやったりずっとやってたよねなんか三時くんがおすすめしてくれたゲームをね、みんな見事にハマってしまって、みんなやってましたね、うん、やってたよね。やってたけどもうやめましたごめんなさい葵さんはどうでしたか。撮影何か印象深かったことってありますか。でも撮影はすごい、早瀬さんと僕が16歳、当時16歳で一番下だったんですけど、すごい荒木くんとか三時くんとか今森さんとかがもうめちゃくちゃ絡んできてくれるというか、コミュニケーションを取ってくれて、それですごいやりやすかったですし、それを渋谷さんが先生、本当の先生みたいに優しく見守ってくれて、時にはツッコミを入れてくれるっていうもう本当バラエティ見てるぐらいの面白い学校がちょうど3月で休みだったので第2の学校みたいな感じで、すごく楽しい現場でした。何ツッコんだかあんま覚えてないんですけど、反射的に多分ツッコんでます。生粋の大阪のツッコミが出たのかもしれないです。荒木さんはどうでしたか。そうですね、渋谷さんが急に、僕がお弁当に迷ってたんですよ。そしたら急にメイキングの動画回し始めて、どれにするんですかっていうのが始まって、それはすごいびっくりしましたねそう、お弁当がお肉かお魚かっていう究極の二択っていうのが毎回あるんですけど、それやっぱどっちにするんだろうっていうのはやっぱメイキングでしっかり収めようということで鬼気迫る表情を撮ってました。究極の選択だったんです、ね、そうなんです。なんか生徒だけじゃなくて渋谷さんも含めてグループラインを作ったのは印象的だった。 あ、うん、あれ誰が作ったんですか。僕後から入ったんでちょっと分かんないんですけど、誰ですかね。あれは私です。星さんが、あれ、ともちゃんだ、はい、はい、あ、勝手に許可も取らずにとりあえずみんなバババーンって追加して勝手に作りましたそうですよ、ね、作ってくれて、で写真をなんか共有してアルバムに入れて、写真を送り合ってた、誰かが寝てる写真とか変顔の写真とか確かに撮影しない時でも送られてきてて楽しい現場でした、うん、なるほど。今森さんは何か印象残ってることありますか。はい、私は小日向まりちゃん役で結構グイグイその男の子に行く役だったんですけど、でも素の私が結構人見知りで、そう皆さんと仲良くできるかなって不安だったんですけど、やっぱり皆さんおっしゃるように楽屋とかですごい話しかけてくださってすごい楽しかったです。すごい皆さん優しくて、はい、はい、隣にいらっしゃる星さんにもぜひ何か印象的なことがあったら伺いたいんですか。私今日絶対これ言おうと思ってたんですけど、多分みんなも被害者なんですけど、葵くんのお腹の音うるさい問題本当にすいません、本当にがすごくて、もう本当に朝から晩までお腹鳴ってたよね。葵くん撮影中にお腹が空いてるんですか。いや逆なんですよ。お弁当食べるとなんか鳴るというか体質として消化してる時に、消化が多分激しい体質で、三時くんとか荒木くんとかが笑っちゃったりして、ちょっと現場ピリついたりしてちょっとやばいなって思ってる。本当にすいませんでした。大丈夫です、楽しかったです、ね、はい、ホラーのすごいここだっていうところでクーってなるっていうそれ監督乗ってはないですかね、そのお腹の音は。そういうのちゃんと後で下げてやるセリフとかぶってなったです。ありがとうございます。それよりホラーの舞台挨拶でこんなほのぼのと、いや本当日向ぼっこしてるみたい。監督とスタッフがねこう
今日撮りきれるかどうかって頑張ってる時、空き時間にこんな楽しそうだったんだと。すいません、いいことです。監督が作り上げてくださった空気感ですね。本当に監督がご陽気で、ご陽気バカにしとんのか。監督がご陽気でありがとうございました。といういよいよ完成までこぎつけ、明日公開となります本作なんですけれども、ぜひですね、この作品見た方に広めていただきたいな、感想を投稿していただきたいなというところで、感想投稿キャンペーンというのを実施したいと思うんですが、そこで渋谷さんにはこのキャンペーンで皆さんが使うハッシュタグを発表していただきたいと思います。見ないでおこう。あ早瀬さん、でもいやもう相当面白いのを思いついてくる。わあ、ちょっとだいぶだいぶハードル上げてますけど、多分明日のテレビで使ってもらえる、はい、感想いっぱい来るとね嬉しいですよね。ハッシュタグで面白いってどんなんだよね。難しそうですね。難しい、はい、というハードルがガンと上がったところで発表いただきましょうか、はい、渋谷さんご準備よろしいですか。はい、はい、それでは発表お願いします。はい、皆さんこれでぜひつぶやいてください。ハッシュタグあの子見た靴ありがとうございます。私は作品のためにやっぱシンプルなのが一番広まるということで、はい、はい、あもう言い訳は大丈夫ありがとうございます。いや本当ならあの監督の20年温めたあれが大放出とか。そうですね、はい、実は20年温めた大ネタが、大ネタ大爆発後編で大傑作、はい、とか大ヒットとかやっぱそれをしたかったんですけど、でもハッシュタグあの子見たっていうのでぜひ感想をつぶやいていただいて、監督もおっしゃってたんですけど、この作品のあの子っていうのは特定されてなくて、見た皆さんが感じたあの子っていうのがあの子なので、そのそれぞれの皆さんのあの子の感想をぜひこれでつぶやいていただけたら嬉しいなと思います。ぜひ皆さん感想投稿キャンペーン、こちらのハッシュタグでご参加ください、はい、といったところで、すいません、ここからはですね皆さんにちょっと秘密にしていたことがございまして、今回渋谷さんの映画初主演をお祝いしまして、はい、このようなものが届いております。え、実はこちらある方からのプレゼントでして。ある方、はい、そうなんですよ。そのある方はこの後スクリーンにご登場いただくので、監督そういったいたずらは本当にやめてください。すごい、めっちゃ大きい。これクマさんいるよ。そうなんです、サナクマですか。サナクマいるんですよ。かわいい、ね、すごい、ケーキが、大きなケーキが届きまして、こちらある方からのプレゼントでございます。ではここで皆様、はい、スクリーンにご注目、そしてキャストの皆さん、監督はこちらのモニターをご覧ください。お願いします。めっちゃいい匂いする。どうも、亀井です。なぎさ初主演映画おめでとう。ありがとうございます、あの子は誰という、はい、まさかのホラー映画で初主演。そうですね、清水監督のすごい抜擢といいますか、うん、抜擢ですね。今もバラエティ女王となったなぎさをホラー映画で逆に行ってみようという。そうなんです。ね、めちゃくちゃ楽しみですよ。びっくりしました、うん。まあ、僕もまだちょっと映画公開前なんで見れてないんですけど、はい、やっぱりあのタイトルとそのチラシから察するに、はい、多分お化けが出てきます、はい、当たってます。はい、ホラー映画、うん、でおそらくですけど、そのお化けが生徒たちを殺していきそうです。うん、雰囲気、雰囲気ほんで、うん、楽しみにしてるとこね。僕は楽しみにしてるとこは、はい、で、うん、多分どんどん死んでいって、うん、なぎさも死ぬのかなどうなのかなっていうところが今、うん、僕の注目ポイントです。ちょっとヘボい考察やめてくれる。ヘボ考察。いやいや、そうだって、まだ見てないから、見てないねんけど、考察がヘボいから、それやったらもうやめといてほしいんですけど。あ、そうです、その辺が楽しみ、ね、その辺が楽しみですね、みんながなんとなくホラー映画ってそうやからな。ホラー映画、ホラー映画って大体そうやから。あ、そうなん、なんかまあ誰かが、ね、うん、死んでいくとかいうことなんやと。死ぬのは絶対死ぬ絶対だと思います。絶対死んでいくか、誰か死んだかやからな、うんうん、大体ホラー映画で死んだ誰かが出てくるかとか、そういうことやつ。ああ、そういうことな。その辺お楽しみに。はい、楽しみにしてほしいです。あと渚の大喜利がどこで出るかやな出ないです。出んの本編で、どっか、いや
本編で大喜利なんかしだしたらもう世界こんなあの子は嫌だ、うん、どんなあの子、いやそのたけしさんみたいなの全部黒板に急に書き出すとかないですか、ないと思いますよ、その辺もいろいろお楽しみということで、はい、そして、初主演映画、はい、あの子は誰をお祝いとしまして、はい、我々からケーキのプレゼントがありますので、はい、ぜひ召し上がってください。おめでとう、おめでとう、大ヒット祈願します、祈願します。さあ、かまいたちのお二人から初主演の渋谷さん、お祝いメッセージどうでしたか？本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。いや、すごい。でも本当にかまいたちさんは、私、もう11年間ぐらいずっとお世話になってる、もうお兄さんなんですけど、このホラー映画が決まってから、なぜか本当に勝手に、山内さんが宣伝してくださるという動きをされてまして、かまいたちさんの YouTube でも私は何にもお願いしてないのに勝手に告知動画を撮ってくださったりとか、しかも見てないのにってことですね。そうなんです、そのチラシ1枚でその YouTube の動画をこう考察されて、あの動画撮ってくださって、山内さんも見ましたよ、ね、YouTube チャンネル、はい、で嬉しくて、もう松竹のプロデューサーに、はい、もうどっか隙間縫って山内さんにこう試写に呼んであげて見せてあげてほしいって話をして、はい、その後でも実現したんですよね。そうなんです、山内さんが全くの無関係者なのに試写会に来てくださって宣伝してくれてるのに無関係者いや全く無関係なんですけど、勝手にこうすごいインスタグラムでも3連続ぐらい私のあの子は誰の投稿を勝手に書いてくださったりとかしてて、本当に愛を感じてます。山内さんの考察、お化けが出てくるっていうの当たってます。当たってるかな、はい、当たってるかな、どうですかね。いやでも本当に楽しんでいただき、ほんでこんなに大きなケーキ、そうなんですよ、本当に嬉しいです。3段になってまして、はい、ちょっとせっかく、まあ、ステージ上で食レポというかお味あ伝えていただきたいなと思うんですけど、あの食べやすそうな、はい、その祝って書いたところ、祝クッキーとか一回サンタキ君祝サンタキ、いや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 、あとあと怒られるんです、すいませんそこまではできないですじゃあバラエティの女王だ、祝召し上がってみませんか、あこれくあこれ初ですこれ、はい、ちょっとね読めないすいません、祝これ初と祝が祝 お祝いを祝と呼ぶ、祝あこれが祝なんですね、サイズ感的にもね、染谷君教えてあげてよこれ祝であってますか、それ祝です、 はい、ありがとうございますじゃあいただきます、どうぞ、あ甘しょっぱい、めっちゃ美味しい、うわ、しもさん本当に甘じょっぱいですか？そのクッキーなんですが、実はあの、はい、ホラー作品ということで除霊の意味を込めて、はい、その部分だけ塩をふんだんに使っておりますあコメント間違ったね、甘いらなかったね、今すぐ口から出したいんですけどちょっとお水をかなり しょっぱいお水をで最近そのソルティクッキーみたいなちょっとしょっぱいのが流行ってるんで、その類かなと思ったんですけどだいぶ塩が効いてます、はい、あの正直な感想としては どうでした、すっごい塩辛いですでもかまいたちさんがくださったケーキ本当に感謝してます、はい、えらいな、全部食べきりたいと思います、で明日顔パンパンになって、はい、行きたいと思います、いや本当にありがとうございます、嬉しいで、絶対ヒットできるようにもう頑張ります、願ってます、祈願も除霊もしていただいたので、はい、はい、ヒット間違いなしということでありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます。最後に代表しまして渋谷さんと監督から一言ずついただきたいと思います、本当にこの今回の作品はすごく楽しいので、ぜひとも映画館で、この映画館の大迫力の場所でぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてホラーが苦手な方だったりとか、ちょっと一人で行くのはなっていう方には、それをちょっとこうプラスに変えてですね、やっぱホラー映画一人で行くのって怖いので、誰かを誘うきっかけになれると思うんです。だからちょっとこう
普段誘いたいなと思ってる好意を寄せてる方とかに誘ってみて一緒に映画を見ていただくきっかけにしていただいたりとか、ご家族でこう夏のお化け屋敷感覚で楽しんでいただいたり、本当にそういう風に今回たくさんの方にいろんな意味で楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そして作品自体もすごくお話も面白くて、展開、たくさんの展開だったりとか仕掛けもあるので、何度も足を運んでいただいて見るたびにこう深みが出てくる作品なのかなと思いますので、そんないろんなそれぞれの皆さんの楽しみ方をしていただきたいなと思います。ぜひ明日から公開です。どうぞよろしくお願いします。皆さんありがとうございます。最後に清水監督、皆さんにお願いします。はい、渋谷さんも今いろいろと説明サポートしてくれたんですけど、ホラーが苦手な方にも見てほしいです。ホラー苦手だけど見に来てくれる方もいると思うんですけど、もしそういう方がいたら今日見て怖かったけど面白かったよとか、案外お話の方が結構重要で面白いよとか、いろいろ口コミしていただけたらと思います。皆さん、今日いる皆さんの口コミで、第3弾といいますか、同じ世界観の次の映画を僕が企画が通せるかどうか決まってきますので、よろしくお願いします。今聞いている松竹のプロデューサーさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。以上をもちまして、映画あの子はだれ前夜祭イベント舞台挨拶は終了となります。改めて大きな拍手で皆さんをお見送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。夏休みの学校で起きた不可解な事件。この学校ってさ、30年くらい前にも飛び降り事故があったんだ。あの子だよ、あの子。あの子って誰？まさかあんたも見ちゃったの？大輝くん、今誰かと一緒にいる？いるよ。いないはずの生徒が巻き起こす恐怖。あなたはもう死んでるの！あの子に見つかると。だよ！あの子は誰？